福島みずほさん。 私は社民党を代表し、精神保険及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律案にえ反対する立場から討論を行いますえ。今回の改正は、医療保護入院における保護者の同意を削除したこと自体は評価できますが、問題点があまりにあります。保護者の同意から家族等の同意への変更は、強制入院の一形態である医療保護入院のハードルを下げることにより、人権死害の恐れが極めて高い 医療保護入院をさらに助長すする危険性がありますこのような強制入院の数を減らし、できるだけ地域の中で暮らしながら治療できる体制を整備すべきです。厚労省は医療機関へのアクセスを確保し、早期入院、早期治療で入院期間の短期化が見込まれる、旨の発説明を行っていますが、全く納得できません。強制入院そのものが国連の拷問等禁止委員会 などから極めて厳しい批判を受け続けていることを日本政府はしっかりと反省すべきです医療機関へのアクセスについては患者が地域生活を営みながらしっかりと通院治療を受けられる施策こそ推進すべきです 今回創設される家族等の同意は患者本人と家族の間のまた家族間の対立や圧力を深める恐れもあります。患者本人の意に反した入院の同意を家族から得るわけですから患者がその家族に対して不信感を抱く可能性もあり、その場合地域社会の速やかな復帰が阻害される恐れも生じます。また医療保護入院の是非をめぐって家族間の対立が生じたり、扶養義務や遺産相続にまつわる紛争を深刻化させることにもつながりかねません。家族同意で医療保護入院の、ま 措置を広げるのではなく人権侵害の一 典型ともなりかねない、強制入院そのものからの脱却に向けて方向転換すべきです。同時に代弁者の法的創設や、権利擁護のための弁護士専任費用を国費で賄うなど、患者の側に立った法整備や施策を推進すべきです。また人権擁護に関わる市民の参画を促すことは、患者が地域の中で暮らしていく上でも非常に重要です。オンブズパーソンなどの設置にも積極的に取り組むべきです。以上、改正案反対の理由といたします。 他に、御意見もないようですから、討論は終局したものと認めます。これより、障害者の雇用の促進等に関する、法律の一部を改正する法律案について、採決に入ります。まず、田村君提出の修正案の採決を行います。本修正案に賛成の方の挙手を願います。少数と認めます。よって、田村君提出の修正案は否決されました。 それでは次に原案全部の採決を行います。本案に賛成の方の挙手を願います。全会一致と認めます。よって本案は全会一致をもって原案通り可決すべきものと。